サウジとベネズエラ関係協力世界第1位と第2位の確認原油埋蔵量の国ですよ。これはもちろんアメリカ排除、こういったベネズエラやイランみたいな国にとってもう願ったり叶ったり、この日本の外交このままで大丈夫でしょうかと。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました、越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。中東の経済情勢を徹底考察、7月の23日大阪夏の陣、国際情勢 YouTuber の及川幸久さんと私石田で大阪の方に伺います。こちら人気のセミナーです。たくさんのお申し込みをいただいておりますが、まだまだお申し込み受け付けておりますのでぜひご参加ください。大阪の方でお待ちしております。そして知っておきたい中東情勢と世界の動き、こちら7月の8日土曜日東京、7月の29日土曜日仙台ということで2カ所で開催いたします。抽選で私の本アゼルバイジャンの本を、プレゼントいたしますのでぜひご参加ください。東京仙台でお待ちしております。そしてドルと原油と世界経済2023最新バージョン、こちら新潟の方で開催します。6月の24日為替アナリストちょいよる先生と私石田でお伺いします。そして札幌開催7月の15日世界を見据えた投資戦略、中東情勢と新興国ということで、札幌の皆さんお待ちしております。そしてドルと原油と世界経済2023最新バージョン、こちら浜松の方で開催します。7月の22日土曜日為替アナリストちょいよる先生と私石田和康でお届けします。日本各地でいろんなセミナー開催しておりますので、皆さんぜひお気軽にご参加ください。詳細とお申し込みは概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはサウジとベネズエラ関係協力ということでお話をお届けしたいと思います。こちら日本のメディアではなかなか流れてないニュースなんですけれども、サウジとベネズエラ、関係協力を推進させていくと、世界第1位と第2位の確認原油埋蔵量の国ですよ。2カ国合わせて世界の原油の 35% という、中東ナンバーワンの産油国サウジアラビアと南米ナンバーワンの産油国ベネズエラ、この2カ国が関係協力を推進させていくということで、結構インパクトのあるニュースなんではないかなと思うんですけれども、まずはこちらのニュース。サウジ皇太子とベネズエラ大統領がジェッタで関係を協議ということで、こちらサウジアラビアのメディアアラブニュース6月6日のニュース記事です。サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子とベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領、その2人が今週の月曜日サウジアラビアのジェッタで首脳会談を行いました。でこの会談では、相互経済協力に加えてその他あらゆる分野での二国間の協力強化について話し合ったと。サウジとベネズエラといえばオペックの5カ国の創設メンバー国でもありますし、でそして新セブンシスターズと言われている世界の原油市場の新たな主役の7社の一角でもあるわけですよね。この新セブンシスターズ、ガスプロム、ペトロチャイナ、ペトロナス、イラン国営石油、サウジアラムコ、ベネズエラ国営石油 PDVSA、 ペトロブラス、この以上7社、これらの国々が中心となって関係を強固にして第三世界経済圏を構築しつつあるというのが現在の状況。余談なんですけれども、12年前の今日ね、ちょうど仲間たちとサウジアラビアのダーランにあるサウジアラムコ本社を訪問したんですよね。Facebook で写真が出てきまして、ちょうどね12年前の今日でした。でこの時サウジアラムコの上層部の方々とお会いして、いろいろと話を伺ってきたんですよ。で僕自身が、石油に強い興味を持ち始めたというのもこのタイミングだったんですけれども、それを今でもよく覚えてますね。でこのサウジアラムコの本社の中にアラムコミュージアムという石油博物館もあるんで、それを見学させてもらったんですけど、そこでがっつりと、石油の勉強をさせていただいたという、そんなことが12年前の今日だったんですよ。で今回の首脳会談なんですけれども、サウジアラビアとベネズエラが協力関係を進めているということは、これはもちろんアメリカ排除、ドル離れの勢いをさらに加速させることにつながっていくんではないかと、思うんですが、いわゆるペトロダラーの排除と、石油決済通貨をドルでこれまで行っていたのをドルを排除してその他の通貨で石油決済を進めていきましょうと、そういったことが加速していくんではないかと思うんですけれども、サウジアラビアも、ドル以外の通貨で原油の決済を行いますよということを公式に発表していますし、その方向に向かっていくと思うんですよね。でこれらの第三世界各国の外交が夏のブリックス首脳会談に向けて凄まじくすごい勢いで、準備が進められているんじゃないかなと思われます。前にこちらの動画、ブリックス新通貨ドル崩壊へのカウントダウンという動画で解説しましたけど、今年の夏のブリックス首脳会談で新通貨の枠組みが発表されるそうなんですよね。
でこれ、まあ、コメント欄、この動画のコメント欄賛否両論あるんですけれども、これが実現するかしないかっていうのは別として、今このような動きに向けて第三世界の各国が動いて着々と準備が進められているというのは確かです。アメリカの制裁を受けているベネズエラなんかからしてみたら、より早くこれを実現してほしいと思うんですが、今アメリカのベネズエラ制裁というのは、まあ、若干緩和の方向には向かっているものの、まあ、未だにベネズエラはアメリカの制裁対象なんですよね。でベネズエラはアメリカの制裁ずっと受けてきたんですけれども、ウクライナ戦争後その制裁に対する強硬姿勢というのをアメリカは弱めている傾向にあります。というのも、まあ、アメリカはロシア産原油の禁輸措置を発動した際に代替調達先を確保したいという考えがあって、まあ、言ってみればアメリカの事情によって制裁を弱めたり強めたりという感じが否めませんよね。でこれはまあアメリカはベネズエラに対して同盟国にあるロシアから距離を置くようにとベネズエラに対して促したい考え でその交換条件としてベネズエラの制裁を緩和してあげるよと、まあ、そういった交渉を現在行っているわけですよね。でベネズエラとしてみれば、まあ、アメリカの制裁が緩和されれば原油輸出を増やす可能性がありますし、で実際今年1月に若干制裁が緩和されてアメリカの石油大手シェブロンがベネズエラ産原油の米国向け輸出を再開しているんですよね。でこういったベネズエラやイランみたいな国にとってサウジアラビアからの支援や経済協力っていうのはもう願ったり叶ったりということ で逆にサウジからしてみれば第三世界での発言力強化と新たな投資対象としての魅力も秘めているわけですよ。今年3月のクレディスイスの破綻以来、サウジアラビアの財務大臣は西側から資金を引いて第三世界への投資を加速させると、まあ、公式に発表しているんですよね。まあ、ムハンマド皇太子も昨年アメリカへの投資は減らしていくと発表しています。でサウジアラビアのアメリカや西側への信頼っていうのはここ2年で大きく失墜してきたわけですよ。まあこれはサウジアラビアを敵対視する、まあ、バイデン政権のおかげでもあるんですけれども、まあその2年間の流れというのは、まあ、非常にこのガラッと変わるサウジアラビアとアメリカの関係を作ってきました。こちらの動画、同盟国サウジとアメリカ関係崩壊の道のりという動画をご覧ください。この2年間の流れ、どんなことが起きていたのかというのがこちらの動画で詳しくわかるので、まあ、ぜひご覧いただきたいんですけれども、そしてさらに先日 OPEC プラスが追加減産発表しましたよね。これでサウジアラビアとアメリカとの関係、この亀裂はさらに深まる一方で、 OPEC プラスの産油国はさらにアメリカ離れが進んでいくと。でそしてさらに先週はこういったニュースもありました。ブラジルとベネズエラの大統領が会談、制裁科すアメリカ批判ということで、まあ、ベネズエラのマドゥロ大統領が8年ぶりにブラジルを訪問したんですよね。でそしてブラジルのルーラ大統領と会って会談をしたんですよ。でこのベネズエラブラジルの両首脳はベネズエラに制裁を科すアメリカを批判するとともに、ベネズエラの国際的な孤立の解消を目指すということで、まあ、公式声明を発表しているんですね。マドゥロ大統領というのは2015年以来8年ぶりに今回ブラジルを訪問したんですけれども、ブラジルの前政権ボルソナロ大統領、まあ、彼の政権の時ベネズエラとの関係っていうのは冷え込んでいたんですよ。でそれがルーラ大統領になってベネズエラとの協力路線に転換して、その共通認識は反米なんですよね。マドゥロ大統領とルーラ大統領の共同声明というのは、世界はアメリカによる制裁やドルによる支配で成り立つべきではないと、まあ、こういったことを述べていて、まあ、制裁の解除を重ねて訴えている。こういった産油国のアメリカ排除の流れで、そしてドル離れというのは着々と進んでいて、これがペトロダラーの、まあ、原油決済通貨としてのドルの役割が終わるという、まあ、そういうペトロダラーの終焉につながるわけですけれども、日本は今アメリカべったり、この日本の外交このままで大丈夫でしょうかと。今 G7 を中心とした先進国ではなく第三世界経済圏がどのような動きをしているのか、非常に早い動きで刻々と世界は変わっています。過去の再生リスト、こちら第三世界経済圏の方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go!
世界とつながりたいあなた待ってます。